はい、今回は幸福の科学、大川隆法が66歳で亡くなった件について、えー、考えてお伝えしていこうと思います。えー、今回もよろしくお願いいたします、えー。このですね、大川隆法っていう、まあこの幸福の科学の創設者が亡くなったっていうことが、えーまあ、ニュースになっていたんですが、ちょっと違和感があるんですね。えー、この長男から 長男の言ってることにちょっと違和感があるんでそちらを考えていこうと思いますあのはっきりとしたことがわからないんでわかるところとかまあ憶測とかっていうことで、えー、お伝えしていこうと思うんですがこのえー、と <laughs>。 大川隆法っていうのがなくなってこの跡取りの、まあ、問題があるみたいなんですねでこの跡取りの問題にこの29歳年下の、えー、まあ5歳っていうんですか五歳の可能性とかあと何人か子供がいてその子供があまあねえ跡取りになるのかっていう幸福の科学のっていうことなんですがちょっとまず一つ気になるのが <laughs> この66歳っていう、ね、この年齢なんですねこの6と6っていうねこの6何か関係あるかなと思うんです で分かっていることが少ないんですが関係者によるとこの大川隆法っていうのは2月の末に東京港区の自宅で倒れてから、えー、病院で、えー、まあ心肺停止で、えー、まあ3月2日に ままああなくられたと、まあ、そういったことで、えー、まあこのね、6666、まあ、が気になると。で、この、まあ、言われてるのは、跡取りとか、あこのね、えー、幸福の科学っていう、まあこのおまあカルトですね、えー、カルトなんで、えー、多額のお金を持ってるんで、その、まあ、遺産を巡って、 いろいろあるんじゃないかって言われてるんですが、まあ、それはそうかと思うんですが、気になるのがここなんですよ、この大川隆法の,この長男、この宏っていう人ですよね、この人結構有名な方なんですよこの人はこんなことを言ってるんですね、本日以降、宏がもしも急に亡くなることがあったら、それは他ですっていうことなんですね。で、この犯人は大川潮、あるいは大川沙也加、大川正樹、大川雄太、 大川沙者っていうこことを言って、ね、この塩大川塩ってての人は5歳なんでしょうね。でこの沙也加っていうのが妹とかって言ってますけどだからかなりこれ恐ろしい話をしてるんですよ。でしかも、えー、嘘でないと思うんですがこの長男の宏っていう人は自分に急に連絡が取れなかったり約束の時間になって現場に現れなかった場合は。 このバー3代目のスタッフにまで連絡してくれっていうことでこの人なお店やってるんですかね、えー、バーっていうことなんで、えー、だからこういった何かがあるんじゃないかとだあのー、大川隆法ってどのようにして亡くなったのかっていうの分からないですからねこれでこの長男の言うことですと長男はこれなんか事件だとかって言ってるんで もしかしたら、丸されたとかそういったこともあるんじゃないかと思って、しかも、この長男が自分が丸されそうみたいなことを言ってるんで、これ、かなり何かあるんじゃないかと思います。これ以上っていうのは分からないんで,で、調べても何も分からないんで、僕はそのね、ちょっと分からないことには言えないんですけど、これ、もしかしたら、ね、長男も、父親も丸された可能性あるかもしれないし、長男も丸されそうということで、これ、かなりね、深い話だなと思うんで。 またちょっと何か分かったらお伝えしてようと思います。これ多分結構何かありそうな話だと思うんですよ。で、今の時点で分かるのはここまでっていうことなんで、分かる限りをお伝えしてみました。えー、ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼